ジャーマンのカノカッピーです、左ひでを変えてます。今日はアウトレースの2023秋冬、最終日です。今回はちょっとアウター、はい、アウトレース木村です。社長です。社長でしたっけ？まあアウター系は特にちょっと見ないとね、みんな買えないと思うんで、写真はもちろんそのインスタとかでアップしてるんですけど、ちょっと動画でもフォローしたいなというので、今回めちゃくちゃ僕楽しみにしてたやついっぱいあったんで、特に紹介したいなと思って来ました。疲れますね。はい、ちょっと今週もう130ページ仕上げないといけなくて、100ページ超えたあたりからなんか間に合うかなとかよりも、その漫画家つらみたいな漫画家って職業に疑問を呈するじゃないですか。なるほどね、危ない。だからこれを今日僕撮って、これ今から編集して、これだから今金曜でしょ。金曜の夜撮影。発売が28日土曜日、明日なんで、ね。明日。はい。じゃあ早速いきますか。はい。はい、これからいいですか。どれですか。これ。あ、早速じゃあ。これ。メルトンのブルゾンなんですけれども、これもね、カッピーの一押しで。これだってさ、はい、サンプルをさ、社員がメンバーが来てたんですよ。そうですね。それで、それどこのそれどこのめっちゃいいっすねって言ったら、アントレースかアントレース我が社のそうです。そう、まあ僕らサンプル作ったらもちろん一回テストして来てやるので、そこで微調整微調整をもうミリ単位でうちのディレクター中心にやってる中で、はい、今まあ紹介したのはその、まあ、メルトンのブルゾン、はい、ダークネイビーブラックの2色展開です、はい、で、そうね、例によってその色の差、うん、近いと思うけど、まあ並べたら分かるよね、うん、並べたらそんな感じです、はいはい。まあ、アートレースダークネイビー結構多いんで、僕はダークネイビーですよね。確かダークネイビー、はい、ダークネイビー、うん、そう、これねメルトンなんですよ。ジロンラムールっていうその、まあ、コジローラムジローラムジロンラムジロンラムールっていう生後ほんと半年ぐらいの羊子羊の毛から取った、なんで毛の繊維がすごい細くて長いで、肌触りがめちゃ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 いい、はい、これで今着てるのはサイズ2なんですが、うん、はい、なので肌触りものすごくいいのと、めちゃくちゃいい。でも肌触りポイントは、これ日本製のレザーを、当ててます。両肩と後ろ見てもらって、この腰位置当てて、なんでこれつけてるかっていう と、まずそのバッグとかを背負った時に、まあ、ちょっと重さの軽減だったりとか、あとね、やっぱ擦れてちょっと毛玉になっちゃうので、それを毛玉を軽減するために、はい、まあ、リュック背負うときもいいし、あと、まあ、リュック背負うと腰部分にも当たっちゃうので、うん、そこもちゃんと当てて、うん、はい、日本製の牛革を使ってますと。牛革、合皮じゃないね。合皮じゃないです、これは。はい、まあ、合皮もね、今すごいいいんだけど、まあ、これは牛革を使ってますと。で、さらにスリーブ部分も、ナイロンの、はい、めちゃめちゃ軽いです、これ。うん、はい、マジで軽い。なんか本当にパーカー1枚って感じですね。そうだね、感覚的には。で、締めてもらってもいいですか。上まで締めると、そう、上まで締めたこんな感じで、あとここにハーフジップが実装されてるんですけど、うん、まあこれを、まあ、開け閉めしてちょっとインナー見せてあげたりとか、あと、まあ、温度調整ですね、うん、はい、ちょっと暑いなと思ったらちょっと開けてもらったりとか、あとこのサイドもあるので、これだからあれですよね、チャリ乗る時とかもっていう機能でもありますよね。あんま関係ない、チャリ乗る時、あ、まあ普通暑いから開けるみたいな。そうだね、温度調整っていう役割が、うん、結構これは大きいかなっていう。アントレースはね、他のブルゾンとか、これ、うん、基本的にはこれもそう、これもそうか、うん、これはもう全部その温度調整ですよ、うん、これだから便利ですよね。最近なんか気温こう上がって下がってですね。で、フロントには結構大きめのポケットも実装されてて、
当にすっぽりと、まあ、本当に iPhone だったりとか、はい、ものも入ります。はいはい、はい、結構大きめに、はい、作ってる。財布は入れないか。まあでも、はい、一応なんかこんぐらい、うん、ぐらい入るんで、まあ携帯とか似合うかも。似合うよ、ずっと欲しくて、うん、でこれ本当に今だったら本当に T シャツの上からさらっと羽織れるし、ね、冬場になってきてもインナーダウンとかフーディーとか、うん、結構肉厚な、インナー着てもらっても上からガサッと羽織れるっていう、でもすごい綺麗に見えるという、あんまり着膨れもしないような感じなんで、めちゃくちゃいいっす。これ本当におすすめです。めちゃくちゃいいっす、はい、渋いよ、はい、これがそうですね、ダークネイビーの印象というかで、これなんでしょう。これね、コードループって言って、よくまあそのミリタリー系では使われているところなんです。そこにまあそのヘッドホンとかのコードをそこに差し込んで、あ、ここに垂れないようにするために、はい、ちゃんと収納できるようにされてるか、はい、そういったちょっとギミックも入れてますね。めちゃめちゃ軽量感があるんですけど保温性も抜群なので、うん、はい、なるほど、そうなんです。これはいいな、はい、ちょっとずっと着てると思うけど、これはぜひ、うん、マントレースも今までテーパードパンツとかいろいろ合わせやすいので、そうですね、うん、おすすめです。最高、はい、最高です。次がこれで、はい、リバーシブルウォームジャケットでいきます。ブラックとダークリバーシブルになってるんですけど、ブラックとダークネイビーの2色展開で、リバーシブルなんで裏返すとそれぞれ、カラータレットが違います、はい、っていう感じですね。で、でこれがダークネイビーです、はい、こいつの裏返しはこいつ、いや、表がこっちなんで、あ、裏返すとこっちです、はい、でもこっちで着たいよ。でもこっちもかっこいい、こっちもかっこいいどっちもかっこいいですけど、まあ、確かにこっちの方が確かにアウターの作りっていう、そうか、うん、こっちになると割とそのまあパターンだったりと切り替えっていうところが単色なんですけれども割とこっちに、はい、で裏返す と、ブラックとダークネイビーとグリーンだったりとか、はい、カラーパレットがすべて、これ僕どっち買いましたっけ。ブラック、こっちか、はい、でちょっと買ってないよ、うん、これはサイズどっちでしょう。サイズ2、うん、大きい方、大きい方で、基本的に僕は今やっぱ身長176で、全部大きい方サイズ2を買ってます。まあ好みで別にオーバーサイズなんてどれも、うん、そんなになんかちっちゃーみたいな人は多分ほぼいないと思うんで、まあ大きさはだからどっちかというともう好みかなっていう気はしてます。そうだね、うん、いいっすね、でも綺麗ですよね。でこれのリモンタ社っていうそのイタリアの、生地を使ってます。なので撥水なんですけれども、めちゃくちゃいいわ、はい、でまあ撥水、撥水で、うん、はい、でこれギミック的にはここにハンドウォーマーポケットが実装されてるので、これハンドウォーマーなんだ。そう、まあもちろんアイフォンだったりとかお財布とかも入れるんですけど、こういう感じで。あ、いいですね。はい。へえ。ちょっと寒いときとか。そういう瞑想なんですね。はい、手を抜いてもらって。あと腰位置のポケットもだいぶここにタック入ってるので大容量で、で後ろの方までザックまで伸びるので大容量の、はい。サイズとなってます。アウターとかね、やっぱりあんまりバッグ持たなくなるんで、そうなんですよ、ね、結構ポケットの大きさがすごい大事で、確かに、はい、大抵ここに入るっすね。大抵入ります、うん、はい、このちょうどいい薄さのさ、そうダウン欲しかった。ダウンって名称でいいんでしたっけ。ダウン、そうだね、まあ、だ中綿はもちろん入ってるんですけど、身頃とそれでちょっと調整してるんですよ。ちょっと量、部位を変えてて、ちょっと袖の方を薄くすることによって、少なくすることによって、まあ、もっとより動きやすく、インナーも着やすく、うん、いや、うん、これぐらいが欲しいなと思って、その結構さ、東京とかだと、
そうなんだ、ね、アウトドアのさ、なんか山登れますみたいなダウンだと結構オーバースペックだったりするん で、うんうんうん、で脱いでも、脱いだら脱いだりしてさ、これさ、あのちょっとレストランでこう本当にあちょっと置く場所ないです、机の下にこうさ、ダウンをさ、ブーンみたいな、なんかそうですね、あるっす、本当に布団みたいな、そうそうそう、これちょうどいいわ、そう、なんか本当にちょうどいい分量で、うん、やっぱりまあね、この気候もあるので、あのでまあ、僕らは結構重ね着をしている感じなので、分量を調整して、あの街中でもさらっと着てるような。あの量にしますね、はいはい、ほんで裏返し、裏返し、はい、ラックに裏返しとこういう感じです、はい、なのでブランクベースの差し色でグリーンのかわいい、はい、そう結構こっち目当てでね色を選んだりしたけどどっちもいいですね、そうなんか表情が全然違うんで、うん、あの表の方だとは割とスーツとかジャケットの上から出すと割とフォーマルにも着こなせるし、確かにでまあオフの時プライベートの時はこっちにし中にちょっとフーディー着てフード見せてあげたりとかいい、ね、カジュアルにも結構着れるかなっていう印象ですね、うん、結構今回はその素材だったりとか色のあのでちょっと遊ぶっていうポイントとしてあって、うん、いいその中の文脈の一つのアイテムですね。今着てもらったのがダークネイビーでブラックを裏返すと、俺ね多分ねもう本当にカッピー買ったのこっちだ。あこっちか。失礼しました。展示会の記憶がさないからさ多分頼んでないの送っても僕お金払うと思うんです。でブラックになるとはいちょっとまあホワイトなんですけどエクリっぽい。ベースに、はい、はい、エクレって何ですか、うーんとちょっとオフホワイトっぽい、ね、こんな色ですね、はい、ベージュないかな、ベージュとホワイトの間ぐらい、うん、そうですね、はい、確かに真っ白ってね、結構逆に難しかったりしますからね、うん、で裏返してもナイロンの撥水なので、はい、はい、ちょっとした雨とかこのさ、配色マジで天才っすよね、まあね、うん、これはもうこの紐の感じもいいよね、ドローコードの色もアクセントにもなってますし、うん、うん、まあそんなに別にし重きし絞ったりしないだろうけど、まあここの絞りですよ、そうですね、うん、かわいい、はい、はい、じゃあアイテム、はい、今回、小物、先に小物を言う と、グローブとビーニーを作りましたと、グローブ、はい、グローブこれ一色です。ブラックのみです。はい。これが、まあ、手袋の産地は香川県なんですけど、うん、香川県 の、 あの職人さんと一緒に作ったアイテムでございます。うん、はい、で素材自体はネオプレーンっていう、うん、あのよくあのウェットスーツとかで使われるような生地ですね。なんかそんな感じした。そうそうそう、このでも薄いんですよね。そんなに熱くない。うん、でもあったかいってやつでしょ。保温性はそう、熱通さない。そう、熱を通さないし、外のあこちら中の熱を逃がさなかったりとか、うん、まあ、もちろんスーツの生地なんで防水になります。で、平部分は、これは合皮なんですけれども、上からラバープリントを貼って、まあ、僕ら結構移動が自転車が多いので、うん、はい、そういったちょっとグリップ性も大事なんで、割とあの。厚盛りにしてグリップ性を強化しているというところですよね。で間にチタンコーティングをあの入れているので、そうなのでより高温性と、はい、熱を逃がさないような作りにしてます。やっぱ、まあ、当たり前ですけど合いますね。そうだね、アイテム、うん、最近とかさ電動キックボードで移動するはい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 最近増えたじゃん、うん、多くて、その時にはもうめちゃめちゃ使えるなと思って、グローブなんですけど、あの丸洗い基本的にできるんで、あ、そうなんだ、はい、洗ってもらって、はい、はい、人差し指と小指、これドンとここに、これが導電子っていうあの糸あのなので、スマホとかもつけたままいじれるんですよ。ちょっと人差し指と小指でドンと見える、これドンと。ドンとはね、結構アートレース使うフレーズでいいですよね、うん、
触れるのにドンと。触れるのにドンと。触れるのにドンと。はい。そうなんです。あ、気が利いてるわ。そう、久しぶりで。はい。気が利いてる。そういったちょっとした、はい。確かに大事ですね。これ大事なポイントですね。はい。確かに今となってはもう結構でかいもんね、スマホ触れると。そうですね。いや、本当にいいのは、うん、電動キックボードって。あ、ついてるんだよ、そのスマホケース。そこに装着するじゃない、うん、でも冬場だとやっぱいちいち信号止まって脱いでってやめる。無理無理無理。それがあのなくなるのでだいぶ楽です。めちゃくちゃ試飲想定されてる。はい。あと、ビニ。ビニ、はい、かわいい。が三色展開で、はいはい、まあ、こういうなんていうの、耳付きニット、そう、イヤーマフが装着されていて、はいはい、うん、はい、ニット部分はメリノウールっていう、高級なウール使っていて、はい、肌触りものすごくいいんですけど、あの保温性と通気性もあって、結んで使ってもいいんだよね。そう、結んでも使えるし、まあまあこれだと割と親しみやすい形のものなのかなっていう、うん、なんでその時の服装だったりとか、それに合わせて、でさらに取り外しができるんで、はい、あのスナップボタンで、うん、取れるので、これだけでも使えますから、まあもうド定番の、はい、これはもう割と大きいですね。そうですね、うん、これもあのナイロン撥水のもので、はい、ちょっと中綿、ポリの中綿が入れてあるので、はい、はい、なんでちょっと耳取れそうみたいな日あるもんね。そう、なんで本当寒い日とか冬場でアウトドアとか外で遊ぶ人とかはつけてもらって、で本当に都内気温上がったなと思ったらさっきみたいに耳絞ってもらってもいいし、うん、まあ、取っちゃってもいいし、スリーウェイになってるので。じゃあ次洋服に戻ると今着てる、はい、前回出した、ゲームシャツ、前回は3レイヤーだったんですけど、これが、ジノラムーズのメルトンのタイプで作ってます。僕着てるのこれで、上がサイズ1、身長179cm なんですけど、サイズ1を着てます。はい、ここに調整がボタンついてできるんですよね。確かにこれのあの前回の存在のやつ僕着てますけど、うん、こういう感じで絞っちゃえばね。そう、絞るとこういう感じの、うん、割とスリーブが広がって大きく見えるような感じで、こっちはストンとしてわかりますね。まあ気分によってそこは決まって、はい、もともとまあ、 あのミリタリー の、 あのレインパーカーだったりとかそういったものをもとに、あの袖は、で身頃部分は、メジャーリーグとか の、 あのゲームシャツなので、あの、僕はゲームシャツと呼んでるんですけど、で、カンガルーポケットと、まあ、スリーブには、サイドブックも、うん、入ってます。スリーレイヤーのやつはもう完売しちゃいました。完売しちゃいました、おかげさまで。はい。このゲームシャツ、本当にマジで、形がすごい好きで、一回着てほしいね。ぜひぜひ。まあ、これ、素材もね、いいと思う。これがチャコールグレーと、まあ、あとダークネイビーの2色展開になります。いいですね。どっちも間違いない。そう。なので、かわいい、かわいいんだよな。なんか、モテそうなんだよな。なんか、首の気持ちもいいのと。モテそうじゃない。今、誰も反応しないから、モテないのかなと思って。モテるよね。モテるのかな。ちょっとそれはね、女性の方に聞きたいですね。中身でね、中身でね。おっさんだけでさ、モテそうだねって言ってるのもさ、あんま逆効果、ね、逆効果だ、ネガキャン、ネガキャン、おっさん3人が、あの、それはやっぱ女性に、そうっすね、はい。あ、でもうちの奥さん褒めてた。やっぱ、まあ毎回アントレス、うん、アントレスやっぱ似合うねっつって。そう、結構まあこれもちろん身幅ゆったりとスリーブももちろんゆったりしてるので、うん、中に、まあなんかシャツとか着ても可愛いね。ちょっと襟見せてあげたりとかしても可愛いし、本当にフーディーじゃねえか、スウェットか、うん、スウェットとかなのかな、結構肉厚なあのスウェットの上にカサッと着てもらってもいいし、確かに、はい、でかいし、こう着やすいこういうのがあるから、まああの体型のものの上から着れますね。まああの定番色だから何にでも合うと思うけど、うん、あの
やっぱこのサイズのさ、サイズ感とかさ、やっぱこの佇まいはセットアップならではだよね。そういいな。そうで、ちょうど今履いてる下はもちろんセットアップの、テーパードパンツ、僕らの定番で毎シーズン出してるからですね。はい、はい、これどっちもいいな。はい、ラクニティももちろんありますと、はい、やっぱり、まあ、うちのディレクターが掲げてる本当に楽なんだけど綺麗に見える、うん、っていうところのやっぱり一番の大定番ですね。ダークネイビーっていいよね。で、まあ、もちろんバッグの深みだったりとかこのままってミニタイムで、まあ、これメルトンなんで結構クラシックなんですよ。今ちょっとセットアップで着ると割とカジュアルに見えるかもしれないですけど、うん、上にジャケット羽織ったりとかして革靴とかにも合うんで、はい、試したい。結構クラシックな雰囲気になります。はい、はい、ちなみに、このメルトンのライダースと同じ生地なんでこれともセットアップでもできちゃうよみたいな。本当だ。あ、はい、いいですね。はい、いけます。はい、最後言いますか。これは、あ、これ最後に言う。はい。これ売り物じゃないんです。売り物じゃないのか。これね、あれなんです。先にじゃあ言っちゃう。あ、いや、最後でいいです。最後に、はい。もう出るたびに買ってる。そう、これ出るたびに買ってるよ。そう、これは僕らナップパックと呼んでる、はい、ナップダックとバックパックの、はい、中間ということで名付けました。はい、もう大容量で何でも、そう、マジで2、3泊の旅行なら、いや本当ね、おっしゃる通り、国内旅行なら割とこれで行けるよね、うん、みたいな。この前、これ台湾とか行ってきたんですけど、これ、3泊か、3泊でこれで行けたかって、はい、で、今回そうアップデートは、今入れてもらったこの、まあ、ドリンクだったりとか折りたたみ傘を収納できるモデルと、前回はここが1個だったんです、外のポケットが。これを2つに交換して、はい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 、より使いやすいようにしております。確かにこれ使いやすいかも、はい、うん、そうですね。やっぱりまあみんなもうお財布は持たなくてコンパクトになってるんで、うん、ここが小分けして、じゃあこっちにお財布でこっちに鍵とか、うん、そういった使い分けもできるかなと思います。で、持ってる方とか知ってる方は もちろん3レイヤーになってるので、ほぼ防水で、はいはい、ございますと。はい、このアウターに合う、合うね。で、ベルトにカラビナついてるんで、うん、よく知ってると思うけど、どっちか取り外してどっちかに収めればワンショット。はい、で、こうやってしょると、うん、斜め掛けもいけるしね。そうなるとやっぱね、自転車乗るときに本当にあそう、メッセンジャーバッグみたいな感じ。そうそう、まあ、うん、これは、うん、あと、まあ、バッグ自体がめちゃめちゃ軽いので、うん、めちゃめちゃ軽い、本当に軽いです。だから、本当に出張とか行くスーツケースにボンって入れて現地で使うみたいなこともよくしてます。折りたたみるじゃないですか。いいですね、うん。で、まあ、ここにも物が入れられますと、いうところと、ちょっと開くとまた中にバラのフックついてるので、うん、はい、ここにまあちょっと鍵とか収めてもらったり、うん、あと見えるかな、ここにまた PC スリーブもあるので、うん、はい、PC をちょっと入れてもらって、はい、いう使い方もできます。はい、最高です。1年ぶりの展開です。リュックはやっぱあナップパック、ナップなんていう名前で、ナップパック、ナップパックでやってます、うん、ナップパック、これめちゃくちゃその僕のインスタの質問が来る、あれ再販してくださいみたいな。あ、そうなんだ。嬉しいですね。ね、はい、満を持して、はい、で今回は、このブラック一緒で、うん、はい、でも潔く、潔く展開にしますね。まあ、洋服選ばずとりあえず使えるので、はい、いいな、これちょっと物欲そそるな。なんかこのちょっとやっぱアップデートされてるから、前持ってた人で気に入ってた人はちょっとこっちも手出してもいいかもしれない、うん、ぜひぜひ、うん、いやー、来ましたね、今回ちょっと。そうですね、最後のデリバリー、これからまあ冬場が訪れるので、うん、
ぜひあのさらっと羽織れるアウターシリーズ中心に、はい、これから楽しみにしてる感じですね、はい。ちょっと告知があったらちょっと後でさキムさんに相談したい。はい、あの東京ファッションなんだっけ正式名称東京ファッションクロッシングっていう、はい、なんかすごい富永愛さんとかがアンバサダーやってるすごい超ファッションのなんかイベントがあるんですよ。今多分もうやってんのかな、なんかやってるけど、なんかあの地域ごとになんか渋谷とか、なんか銀座、丸の内で、なんかイベントがそれぞれなんか開催されてて、うん、あの丸の内ステージのトークイベントっていう。丸の内、丸の内です。僕がね、はい、丸の内。あ、あれだよね、なんか。僕が丸の内。僕が丸の内ね。はい、なるほど。僕が丸の内か。はい、大丈夫、丸の内感ないけど大丈夫。あ、丸の内。あ、で、なんかファッションの話するから、まあ、僕その、なんかその漫画とファッションみたいな、ああ、その話でちょっとアントレスの話とかも多分出ると思うんで、うん、まあ、告知です。4日か。11月4日。土曜日。11月4日。もう、来週？来週の土曜ですね。はいはい。はい、12時。から13時、はい、それは無料で見れる、無料で、先着順でなんか多分ね、あんなだとあのなんか結構人数キャパ多いと思うんで、その普通に今動画見て申し込んだら多分取れると思うんですけど、一応先着順というふうになってます、先着順で無料で見れます。だから応募しようかな。あ、お願いします。落とします。おい、落とせるの？落とせるの？そんな権利なんもない。何も把握してないし、もう場所も会場もどこか分かってない。なんだ、なんかどっかの、まあ、丸の内の他のビルなのね。はい。すごいね、そういうイベントがあるのね。さらに参加者にはちょっと嬉しい。なんか渡します。なんかそう。なんか渡すの？急にさ、なんか作って。急にさ、なんか10日前とかだよね。そうですね、2週間前ぐらいか、なんかあのトークイベントでなんか会場に来た200人に配れる500円ぐらいのものをさ探してくださいって言われて単価500円ぐらいのなんかあのグッズで200個用意してくださいって言われて、だから作った、今回用に作ったの、作りました。ちょっとそれあの今月渡す、楽しみですね、はい。なので結構この動画見てるってことはもう僕の数少ないファンの中の、その特にそのファッション関連興味ある人だと思うんで、これ見てくれた人全員が応募したら枠埋まるんじゃん、確かに200再生はいくんじゃん、ちょっとそんな感じで、いやー、ぜひぜひ、そうですね、丸の内で会いましょう、応援しに行く、ハペー、はずいんじゃん、リアルに知ってるでしょ、でも。知り合いが一番恥ずかしい。わかるわかる。知らない人ならいくらでも喋れる。小野さんとか来た日にはもう小野さんが小野だ。後ろの方にいたら喋れないよ。何も。で、なんか。アントレースの話何もしなくなるよ。ああ、アントレース、はい、あの。終わった後連絡するけどね。うん、お前さ、つって。あそこさ、お前さ、あの言い方はさ。あくまで僕はそのメンバーの一人として、その僕から見たアントレスの話はさせてもらおうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、最後そう、はい、ね、僕らオンラインでアントレスのオンラインで買っていただいた、購入いただいた方にはこのトートバッグが、はい、はい、アイテムによって大きさ違うんですけど、買っていただいたアイテムによって、うん、かわいい、はい、トートバッグがついてきますので、これはアントレースのオンラインで購入いただいた方限定にはなるんですけども、はい、ぜひこんなのもありますので、はい、はい、あ、オンライン限定カラーが黒でしたっけ、これ。そうです。ごめんなさい、それもちょっと、はい、これがこっちの黒がアントレースのオンライン限定なんで、そうです。はい、ダークネイビーはあのディーラーさんでも展開するんですけど、はい、ブラックはアントレースのオンラインのみの展開になりますので、はい、ぜひ。チェックしてみてください。黒もいいっすね。そう、黒もまあ雰囲気でいいよね。うん。明日10月28日の12時ですね。はい、4分すると。あとそれに合わせて全国の
あのディーラーさんでも一斉発売するので、うん、はい、いろいろ見てみてください。お気づきの方もいると思うんですけど、このシーズンからサイズ0っていうのを展開していて、お、そうだ、そう、0、1、2、今までは1、2の2サイズ展開なんですよ、うん、この秋冬から0っていう、もう1サイズ小さいサイズを展開してます。はい、はい、それもオンラインで、アウターとかでもあるんですか？アウターもあります。あ、はい、じゃあ、そうそうそう、小柄男子から女子から出てます。はい、そうですね、僕らとかはサイズ1、2で全然いけるんだけど、うん、やっぱ170センチ以下の男性とか、まあ、あのちょっと女性の方とか、そういう男性の方とかはサイズ0とかで全然いけると思って、そうですね、はい、サイズスペックもあのオンラインの方に記載してるので、うん、それを見ながら自分の好きなサイズを選ぶのがあれば、はい、嬉しい限りです。はい、はい、明日12時、土曜12時お忙しい、いやー、間に合うかな。まあ、動画は間に合うんですよ、うん、動画は間に合うんですよ。他が、他が。でももう100は行ったとこ、100は行ってるはず。じゃあ数え間違いじゃないけど8割は行ったけどね。うん、あと30ページ分ぐらい自信なさそうな顔しそうな。いやなんかね、本当にね、うん、フリーズするんですよ、脳が。なんかやってて1日に2回3時間睡眠してます。1日に 2回3、あ、まあ、ね、トータル6時間か、うん、フルで寝ると この小分けの睡眠が健康にいいか悪いか誰か教えてください。はい、最近、あ、本当に忙しい時にやるテクニックなんですけど、よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。すごい終わりです。ありがとうございます。ありがとうございます